はい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 。まあ内容どうこうよりも買ったことが本当に大事だと思うし、ピリッとしないところも正直あったんですけど、結果的にまあ5対2という形でね、ジャイアンツが勝てたのはすごく良かったと思いますし、まあ広島がね今日負けて、まあゲーム差なしという風なところになったんで、すごくもっと僕らを楽しませてくれるんじゃないかなというふうに思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください、よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたスワローズ対ジャイアンツの試合解説やっていきたいなというふうに思ってます。はい、今冒頭でも言いましたけど、まあジャイアンツ勝ったんですね、非常に嬉しいというか、あ、やっぱりこうなかなか山崎伊織投手がね、この間というか最近勝ててないというか、あんまり良くないピッチングが続いてたんで、まあそういったところで、まあ今日もめちゃくちゃ良かったかと言われると、まあそうではないんですけども、まあ非常に、審判のね、球審の方も、まあちょっと僕から見たらですね、まあストライクゾーンが広かったのかなと思いますし、そこをうまくね、序盤なんか特に、コントロールというところでね、うまくこう、ゾーンを広げていけたというか、同じようなところをね、ずっと投げ続けることで、より審判がこう、ストライクゾーンが広がっていったみたいなところがあるんで、非常にコントロールというところでは非常に良かったんじゃないかなというふうに思いました。はい、そうですね、じゃあですね、今日の動画の流れとしてはですね、まず得点シーン振り返っていきまして、その後に、スタメンの変更点見ていきまして、で、最後に僕がね、気になったところであったりとか、ここはプロの技でしたねとか、ここはこういう風に考えてましたねみたいな感じで、まあ、できるだけ分かりやすくね、面白く、皆さんに飽きさせないようにね、話していきたいという風に思ってますんで、ぜひね、ジャイアンツファンの方なんかはね、絶対見たらね、楽しめると思うんで、よろしくお願いします。はいですね、まず得点シーン振り返っていきます。今日はね、5対2、あ、すいません、ここら辺に出していきますね、画像この辺に出してちょっと見ていきたいと思います。はい、まず最初にですね、今日は5対2というところでジャイアンツ勝ちましたというところですね。はい、まあ非常に、序盤から点数を重ね、られてですね、まあ、モンテスであったりとか岡本選手であったりとか、その他の選手のねタイムリーなんかもありまして、まあ非常に、まあ5回までに5点取ったというところがね、非常に先に相手より、点を先に取れたっていうところで、まあ5回裏にね2失点をしましたけども、なんとかね、あと継投で繋いでいけたっていうところは、まあ戦い方としてはまあ良かったんじゃないかなというふうに思います。じゃあ得点シーン振り返っていきますと、まず1回表、ワンアウト1塁からモンテス選手のね、これ、センターの2塁打、まあこれ大きいですよね。モンテスがさ、ここ最近、タイムリーをねずっと打ってくれてるというところで、まあ非常に、ナイスバッティングだったな、というふうに思います。で、この続くワンアウト二塁から岡本選手のこのレフトへのね、二塁打っていうのも非常に大きくて、まあライン線のね、ちょうど上に、落ちたようなね、カーブをうまく打ったような打球なんですけど、まあここもね、非常に大きかったな、というふうに思います。後が続いたっていうのがね、良かったですね。で、ツーアウト二塁から、この、とどめというかね、まあ3点目のこの吉川選手のこのセンター前ヒット。うん、まあ非常にこう、吉村投手もね、まあジャイアンツを非常に抑えてるというところで、まあいろいろあったと思うんですけど、まあジャイアンツもねしっかりまあ対策をできてたと思いますし、まあ特にまあ変化球を打たれて、まあストレートを打たれてというところで、まあ初めのね、まあ後で詳しく言いますけども、浅野選手にデッドボールを当ててから少しそのペースが崩れた感はあったんで、そこはねジャイアンツとしてはまあ非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。で、続く、まあ、4回表もですね、まあ、2アウト2塁から丸選手の、まあ、ライト前ヒット。で、5回表もですね、ここですよね、1アウトから、岡本選手のホームラン。後で詳しく言いますね。はい。で、5回裏からも、5回裏、反撃食らいまして、1アウト1、2塁から村上選手のセンター前ヒット。で、2アウト1、3塁から沢井選手の、まあ、セカンドへの内野安打というところで、まあ、2点取られたんですが、まあ、その後ね、結果的に6、7、8、9、0点に抑えられたっていうのは良かったですし、ただ、まあ、後でも言いますけども、ちょっと7、8、9での、まあ、ジャイアンツの攻撃っていうところが少し隙があったというかね、ちょっと、まあ、そういったことをやってると足元救われるんじゃないのっていうところはあったんで、まあ、そこをね、後で詳しく話したいなというふうに思ってます。はい、じゃあですね、次はですね、スタメンの変更で見ていきたいと思うんで、僕の川田にですね、画像を出しながら、ちょっと見ていきたいなというふうに思ってます。はい、まず、ホーム側のね、スワローズから見ていきたいんですけども、25日の DeNA 戦からの変更点になります。はい、この間はですね、1番にセンター西川選手入ってたんですけども、今日は岩田選手が2番で出ておりまして、
で、2番の長岡選手が今日1番に、1番ショートとして出ておりますと。で、山田選手が、まあ、この間7番だ、6番だったんですけども、今日7番になっておりまして、この間増田選手がね、スタメンに出てたんですけども、今日は沢井選手がね、ライトで6番で、スタメン、昇格即スタメンというふうになってます。で、キャッチャーが今日はね、松本選手から中村選手、8番に入っておりまして、で、ピッチャーは山野投手から今日は吉村投手というところで、まあ、ジャイアンツからしたらですね、吉村投手なかなか出てないんで、まあ、どういった感じでね、攻略していくのかっていうところ見物でしたよね。はい。で、対するジャイアンツですけども、まあ、25日の、中日戦からの変更点になります。はい。あまり変更点はなくてですね、7番の門脇選手が今日8番に入っておりまして、で、8番に入ってた小林選手がですね、今日はね、出てなくて、今日は、岸田選手が出てるというふうな形になります。で、ピッチャー菅野投手から今日山崎伊織投手というところで、まあカード頭ね、まあ非常に大事な試合になってくるんで、山崎伊織投手はね、ここ最近あまりいいピッチングができてないですけども、ここをどうやって修正していくか、うん、どういった形で、先に点をやらないかというところに注目して見ていこうかなというふうに思っておりました。はい、じゃあですね、ここからですね、僕が気になったところであったりとか、ここは、プロ野球選手の方々はこういうふうに考えてましたよとか、そういったことをちょっとね、できるだけ分かりやすくね、面白く、皆さんが飽きないようにね、できるだけ面白くね、話していきたいと思うんで、ぜひね、ここからよろしくお願いします。はい、いきます。先ほども言いましたように、まず1回表の、まあその浅野選手にデッドボール当てちゃったんですね、吉村投手が。それがちょっと、大引いたというか、ちょっとこう、制球を乱したというかね、そういった感じはありましたと。はい、ワンアウトから浅野選手にデッドボール当てて、で、その後に、まあ、モンテスに、まあ、タイムリー打たれるわけですけども、まあ、これも、まあ、3-1 というね、カウント、3ボール1ストライクというね、打者有利なカウントにしてしまって、まあ、ストレート行って、それを見事に打たれると。うん。で、ワンアウト2塁から岡本選手に、レフトへの2塁で打たれたのも、まあ、これもストレートでストライク取って、カーブという球種をね、まあ、少し、まあ、浮いたボールではあったんですけど、まあ、岡本選手うまく打ったんですけども、まあ、それが、ライン線上に落ちてというところで、まあ、ちょっと、不運なところもありましたけども、まあ、ジャイアンツからしたら非常に、ラッキーだったなというふうに思います。で、この2アウト2塁からね、吉川選手のセンター前ヒット、先ほど、ストレート打たれて、モンテスにストレート、で、岡本選手にカーブ打たれて、で、今回は吉川選手にスライダー打たれるというところで、まあ、やはり、まあ、デッドボールからちょっと崩れた感はありましたし、まあ、今日ね、このデッドボール当たってから、この浅野選手のね、打撃の内容っていうのがあまり良くなかったなって、持ち味であるね、初球からこう、ある程度こう、振っていくっていうところがあまりできてなかったなっていう感じだったんで、もしかしたら手首の痛みがあったのか、それとも、デッドボールでちょっとこう、なんていうの、球に対して恐怖心が出てきたのか、ちょっとそれはわからないですけども、ちょっとね、心配だなというふうに思いました。はい。で、次気になったところですね。これ、一回裏ね、ツーアウト一、二塁という、まあ、ピンチをね、迎えるわけですよ、ジャイアンツね。で、ここで、オスナー選手を、まあ、サードフライに打ち取るんですけども、まあ、そこが非常にね、まあ、良かったかなというふうに思ってて、まあ、今日の山崎伊織投手、先ほども言いましたように、特に両サイドのコントロールっていうのが、まあ、特に素晴らしかったなと思うんですね。で、まあ、特に、具体的に言うと、右バッターの外、まあ、左バッターの内、で、特に曲がり球のね、制球というのが良かったと思います。まあ、スライダー、カットボールというところの制球のね、レベルっていうのは高かったなというふうに思うし、ちょっと初めね、フォークが、特に右バッターに対してあまり良くないんじゃないかなっていう感じ、浮いてるなっていうところがあったんですけども、まあ、後半にかけて特に左バッターに対して、フォークというところを多投しながらね、まあ、いい場面で三振を取ったりとかしてましたから、悪いボールだから、一概に全部使わないっていうことではなくて、まあ、左右でね、投げやすさとか変わってくるんで、そういったところで、フォークボールというところも投げさせながら、今日の岸田選手が投げさせながら、まあ、修正してったっていうところがね、あったのかなというふうに思うので、非常にそういったところは、まあ、打者がね、相手の打者が、これ調子、例えばフォークボールがなかなかこう入ってないというか、あまりうまく操れてないから、じゃあフォークボールを、投げてこないでしょっていうふうに、その選択肢を消させない工夫っていうのが、非常にうまかったんじゃないかなと思います。はい。で、次ですけど、ここが非常に大きかったと思ってて、3回裏なんですね。3回裏まだ3対0という場面で、これ、ワンアウト1、2塁でサンタナ選手を見逃し三振取る場面あるんですけど、これがね、非常にね、素晴らしかったなと思うんで、ちょっとね、配球チャート見ていきたいんですけど、まあね、これね、
サンタナ選手、まあ、見逃し三振取ってると。で、1打席目にサンタナ選手に、まあ、スローカーブを、まあ、その、ヒット打たれてるわけですよ。まあ、二塁打たれてて、まあ、そのことから、多分、まあ、サンタナ選手も、まあ、おそらく、緩い変化球は多分、この打席では来ないだろうっていうふうには、おそらく思ってると思うんですね。で、来たとしても多分、速い変化球だろうなっていうふうなところを、サンタナ選手は予想してる中でのこの配球なんですけど、配球というか、まあ、どっちかというと、この、山崎伊織投手のコントロールというところなんですが、まあ、カットボール、ストライク。まあ、これ見てもらった、この、チャート見てもらったらわかると思うんですけど、もう打てるボールないんですね、正直。カットボールでストライク、で、ストレートでストライク、で、ストレートでファール、ストレートで空振り三振ってところなんですけど、あ、見逃し三振ってところなんですけど、正直、まあ、これ見てた方わかると思うんですけど、これね、もう、ボールなんですね、正直言うと。うん。だから、同じところに投げ続けることによって、審判のゾーンを広げるっていう典型的な例かなと思ってて、まあ、サンタナ選手もこれは多分もう、なんて言うんだろう、もう仕方ねえな、みたいな、もうこれ打てるボールねえな、みたいな感じで、まあ、見逃し三振したんで、非常に、そういったところでコントロールは素晴らしかったな、というふうに思います。で、続く、2アウト1、2塁で村上選手のレフトフライ。まあ、モンテスがね、スライディングキャッチをして、まあ、後続を抑えれたっていうところは、まあ、良かったんじゃないかな、というふうに思います。はい。で、次ですけども、4回表なんですが、まあ、今日ね、山崎伊織投手、まあ、ピッチングもまあまあ、良かったと思うんですが、まあ、バントというところですね。バントをしっかり、決めれてたっていうところは非常に良くて、この回もですね、まあ、先頭、まあ、岸田選手がヒット出て、門脇選手がレフトフライに倒れたんですが、ワンアウト一塁から山崎選手がしっかりバントで送って、で、ツーアウト二塁というところで丸選手に回して、結局これが、ライト前のタイムリーという風な形になってるんで、まあ、回から、少ないチャンスをね、バントで送って、まあ、しっかり丸さんが返してくれたっていうところで、まあ、いい流れというかね、得点できるいい流れ、いいサイクルができてたなっていう風に思うんで、そういったところは後半戦特に、なかなか点が取れない時とかあると思うんで、非常にここからね、重要になってくるんじゃないかな、というふうに思うんですね。はい。でですね、ちょっとね、モンテスの守備にもちょっと不安が出たかな、というふうに思ってて、まあ、4回裏の、まあ、2アウトランナーなしからの山田選手のレフト前ヒット、まあ、ちょっとね、神宮って基本的に、まあ、見えにくかったり、まあ、屋外の球場ですし、見えにくかったりするんですけど、まあ、特にキャッチャーの、時も、電光掲示板がめちゃくちゃこう光ってたりして、めっちゃ見にくいですね、あそこの球場って。うん。だから、まあ、キャッチャーがね、中村捕手とか、まあ、今日の岸田選手とかもそうですけど、まあ、ちょっとポロッとしてた、捕球ミスとかありましたけども、あれね、本当にね、もう、えげつないぐらい見にくいんですよね、あの球場。だから、どうにかした方がいいと思うんですけど、うん。だから、それをね、まあ、まあ、とかいろいろあって、まあこれね、モンテス、まあ、憶測を誤ったというか、まあ、ボールが見えなくて、まあ、レフト前ヒットになったとかいうところがあって、まあ、ちょっとね、まあね、慣れないポジションではありますから、まあ少しね、そういった不安は出たのかなというふうに思います。で、まあこのヒットから、まあその繋がれて、まあ2アウト1、3塁という場面で、まあ、ピンチヒッターの宮本選手が出てきて、まあ、ちょっと、危ないなっていう場面だったんですけども、ここを、まあ、しっかり先ほど言ったように、まあ、右バッターに対してのフォークボールってなかなか決まってなかったんですけど、この左バッターに対してのフォークボールっていうところを、うまく使ったというかね、追い込んでから4球目、5球目、6球目、7球目、4球フォーク続けて、まあ、結局、これ三振取ってるんで、まあ、そういったところで、投げさせながら修正できたのかなというもので、非常に良かったんじゃないかなと思います。で、このピンチの後にチャンスありというところで、まあ、5回表ね、これ、原樹里投手が、まあ、2年ぶりかな、っていうところで、登板がね、出てきて、で、ワンアウトから岡本選手がホームランだったんですけど、まあ、これも、高めの、まあ、ちょっとボール気味かな、ぐらいの、147キロぐらいのボールだったんですよ。うん。で、結構速いボールで強いボールだったんですけど、そこを力負けせずにね、まあ、いわゆる、まあ、ホームラン打者の弾道というか、まあ、すごく高く上がる、フライでホームランやったんですけど、まあ、こういうホームランが出てくると、非常に、まあ、打球の角度もついてますし、高めの強いボールに対して、負けずにね、スイングができてるというところで、こっからフィーバー、岡本和真のフィーバータイムも始まってくるんちゃうかなと、ほんま頼むからフィーバータイム入ってくれっていうところなんですけど、皆さん、思ってると思うんですけど、本当にね、その、なんかこの、出てきそうな感じはね、すごく、感じさせてくれました。はい。でですね、5回裏行きましょうか。これちょっと、まあ、点が取られた回ではあるんですけども、まあ、結局、まあ、ちょっと、したね、コントロールであったりとかっていうミスもありました。正直ね。で、これワンアウト1、2塁から、まあ、村上選手にこれセンター前ヒット打たれたんですけど、まあ、完璧にこれ外を張って打ったなっていう感じ。特にまあ、
で、インサイド行くのって、まあ、難しいというか、まあ、村上選手ね、ホームランもあったりするんで、まあ、特に、村上選手だったら、まあ、外のスライダーとかっていうところで入っていきやすいというかね、一番こう、カウント取りやすかったりするボールなんですけど、まあ、ストレートが1球目ボールになって、じゃあ2球目、なんか、ストライク取らなあかんなっていうところで、じゃあ一番、バッターからしたら、死角になったりとかするし、ピッチャーからしたら、ボールが、取りやすいというところで、外のスライダー行くんですけど、まあ、それを完璧にね、踏み込んで、まあ、打ってきたというところで、まあ、これは確実に、まあ、今日、山崎伊織投手が両サイドに投げ、しっかり投げ分けられてて、で、自分にはインサイドはなかなか来れないだろうというところで、まあ、アウトサイドに来るだろうというところで、完璧に狙って打った、ナイスバッティングだったなと思います。はい。で、まあ、これがタイムリーになってしまうと。で、まあ、ワンアウト一、三塁からオスナ選手を、まあ、ショートフライに打ち取ったんですけど、これは、非常にまあ、フォークというところを意識させながらね、最後ストレートというところが、高さがね、いい高さというか低めにいったんで、まあ、ショートフライに打ち取れたんじゃないかなと思います。で、ここですよね、ツーアウト一、三塁で、まあ、沢井選手に、まあ、セカンドへの内野安打、まあ、これもまあ、タイムリーになってしまうわけですけども、ちょっと打たれたんですが、これはね、非常にね、僕は、配球としては悪くなかったし、まあ、山崎伊織投手も、まあ、強いて言えば、最後のボールをもう一つ低めに投げてたら、多分空振り取れてたんちゃうかなと思うんですよね。見てた方わかると思うんですけど、これね、初球フォーク行って空振り、初球、二球目フォーク行って空振りっていうところで、全然合ってない空振りしたんですね、二球とも。で、三球目もフォーク行ったんですよ。そしたら見逃したんですね。で、それで、まあ、バッターからしたら、フォークの比重高まりますよね。まあ、2回空振りしてるわけなんで、あ、もう1球来たらやばいっていうところで、フォークの比重高まるんですよ。で、それで、3球目もう1球フォーク行って、まあ、見逃したというところで、ちょっと、フォークの比重が薄まるんですね。少なくなるんですよ。なぜかっていうと、空振りしたボールをしっかり見極められたんで、バッターからすると、お、このフォークだったら見逃せるっていう感じになるんですね。で、そこで、ストレートであったりとか、他の球種に行くかなと思わしといて、もう一球フォーク行ったんですけど、最後のフォークが、ちょっと浮いてしまって、それをね、うまく当てられて、まあ、セカンドへの内野になるんですけど、まあ、強いて言えばですけど、まあ、一球目であったりとか、二球目ぐらいの、高さにね、落としてあげれば、もしかしたら空振りしてた可能性も、なくはないのかな、というふうに思いました。はい。でですね、まあ、ツーアウト1、2塁から山田選手ね、最後ね、レフトフライにしとったわけですけども、1打席目のね、山田選手に対して、時に、めちゃくちゃインサイドのシュートを行ったんですね。まあ、その効果もあって、外のカットボールっていうところに対して、反応が悪かったんですね。かかと重心になって、ちょっとこう、なんて、三塁側に倒れるような形で見逃してたんで、多分、あんだけ1打席目インサイド全球行ったんで、非常にこの山田選手、インサイド来るんじゃないか来るんじゃないかっていう感じで、まあ外のカットボールに対しての反応が遅れたんじゃないかなと思うんで、そういったところはよく僕が言う伏線というかね、まあストーリーとかよく言いますけども、そういったところが非常に効いてたんじゃないかなと思います。はい。でですね、まあちょっと気になったところ今から言いたいんですけど、まあ7回裏ですね、まあバルノナードできて、まあ最近多いんですけど、まあ2アウトから、まあファーボール、村上、オスナにファーボール出して、まあ結局これ2アウト1、2塁で、まあピンチヒッター増田選手出てきて、空振り三振取ってはいるんですが、まあそこ結構ね、やっぱりこう、無駄なファーボールっていうのはやっぱりできるだけ少なくしていった方がいいのは間違いないですし、まあね、連続ファーボールっていうところがちょっといただけないかなっていうのは、まあ1個ファーボール出すのはまあ、あれなんですけど、まあ、2個連続で、2者連続で出してしまうというのはちょっとね、改善してもらいたいなというふうに思います。で、攻撃の面で、まあ、隙がありましたっていうふうにさっき言いましたけども、まあ、8回表も、まあ、その、ノーアウト1塁で岸田選手がバントを失敗して、ピッチャーフライになったりとか、9回表に、ノーアウト1塁で増田選手がバントを失敗したりとかいうのがありまして、まあ、こっからの戦い非常に厳しくなってくると思うんで、こういうね、細かい進塁打であったりとか、バント1個遅れるか遅れないかみたいなところが非常に大事になってくると思うんで、で、実際これ5対2で勝ちましたけど、まあ、その、ヤクルトも打線が強いんで、終盤にね、まあ、しっかり1点、2点積み重ねるっていうのはめちゃくちゃ大事なことなんで、そこで、まあ、本人というか、選手たちは分かってると思うんですけど、そこをね、もう一回詰めていかないといけないと思うし、山崎伊織投手がね、今日2個ね、しっかりバントを決めてるっていうところで、まあ、ピッチャーがバント決めてるんだったら、野手もしっかり決めないとねっていうところもあると思うんで、そこはね、しっかりこう、大を引き締めてというか、気を引き締めて、やってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じで、ね、今日はね、まあその、まあ正直ミスも多少出ましたけども、まあ、なんとか勝てたっていうのがやっぱり大きいと思うし、でもまあ、勝てたから何でも OK かって言われると、まあやっぱりね、そういったところで足元救われたりとかする場合もあるので、
買ったんだけども、しっかりこうね、やらないといけないところは、次改善していかないといけないですし、まあ今日で言ったら、まあバントというところであったりとか、そういったところですよね。特に後半の7回、8回、9回かっていうところの終盤のね、大事な場面で、それ1個遅れるか、1個進塁打打てるか、犠牲フライ打てるかっていうところがめちゃくちゃ大事になってくるんで、そこをね、まあ、しっかり修正しながらね、明日のゲームにも臨んでもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあね、バイバイ。